東日本大震災東日本大震災後の仮設住宅陸前高田市立第一中学校の校庭に設営された陸前高田市の仮設住宅七ヶ浜サッカースタジアム内に設営された七ヶ浜町の仮設住宅地震から1ヶ月後の4月11日に入居申し込みを控えての説明会が行われた東日本大震災後の仮設住宅では 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により提供された仮設住宅について述べる。表記上特に記載がない場合は2011年の出来事とする。国土交通省は当初2ヶ月以内に3万戸の設置を目指していた。さらに4月5日、被災地からの要請を踏まえ8月までに3万戸の追加供給の準備を進める。 要、住宅業界の各団体に要請した。しかし、後半、断熱材などを製造する工場が被災しており、資材不足による着工の遅れが懸念されている。また、後日の宮城県のように、余震により着工が中断している場合もある。震災から2ヶ月余り経った5月31日、大畑昭弘国土交通省は、 同日分の見込みも含めた竣工済み個数が27,200個と予定の3万個を下回ることを明らかにした。大規模な災害が発生した際、地方公共団体が民間住宅を借り上げて被災者に供与し、その賃貸住宅を国や自治体が提供する仮設住宅に準じるものとみなす制度。被災者自らが探して契約した場合も仮設住宅とみなされ、 家賃の補助を受けることができる。みなし仮設住宅では、家賃や手数料などが、国庫負担の対象とされる。適用期間は2年間。既存の空室を利用するため、プレハブよりもコストが低く抑えられる。また、住み心地もプレハブより快適とされる。特に被害が大きかった、東日本大震災では、最終的に従来型プレハブ仮設住宅42,951個。 地元工務店仮設住宅9017個、みなし仮設住宅67,877個というみなし、仮設住宅がおおよそ半分の割合という結果となった。抽選に当たりながら入居しない被災者も出て問題となった。南三陸町ではその対策として入居期限を設け、その入居期限までに入居しない被災者に対して明け渡しを求めた。 岩手県釜石市の仮設住宅で4月下旬、雨漏りの苦情が市に相次いで寄せられていたことが発覚した。仮設住宅の規格は施工業者ごとにまちまちで、防音性、断熱性、窓の大きさ、玄関扉の網戸の有無など格差が生じた。国は震災復興が進まないとして、公営住宅などの部屋を被災者に提供する。 応急仮設住宅の無償入居期限を2年から3年に延長するよう各自治体に通知したが、広島県呉市はこれに従わず2年で打ち切っていたことが明らかになった。この件が大きく報じられたことを受け、同志、小村和都市長は被災者の心情を鑑みると厳しすぎる判断だったとして期限を1年に延長したが、すでに期限が過ぎており退去していた被災者もいた。 また、打ち切りの判断は、一般入居希望者の数が多いことなどを理由に、同市の住宅家が単独で行っており、市長自身も報道で初めて知ったと釈明した。4月5日、震災後発となる陸前高田市立第一中学校の校庭に設置された仮設住宅36個の抽選が行われ、それには募集数に対して50倍以上の応募があった。4月25日、 大船渡市では、県立大船渡病院跡地に設置された仮設住宅の入居者説明会が行われ、57世帯の入居者に鍵が渡された。この時点で、同市内では822戸が着工されていた。しかし、市内でも大船渡町内の設置戸数は約300戸で、住民からは不安と不満が発生していた。宮城県小名川高等学校。 小名川町立小名川第一中学校、石巻潮鹿清崎運動公園に設置予定であった仮設住宅は余震で地割れが発生したため中断された。6月、大島などではアメリカ製のトレーラーハウスが仮設住宅の代わりとして使用されることが決まった。6月8日、山本町では町独自で260個の発注をすることを決めた。石巻、 女川、尾長は南三陸の三市町でも同様の準備をしていた。6月9日の時点で仙台市では1371個の仮設住宅が完成したが申し込みは758世帯にとどまった。当初2500個を建設する計画だったが、あと2600個に下方修正した。逆に民間借り上げ住宅の需要の方が高まったためである。 11月6日には、尾長川町の野球場で、会場コンテナを積み上げて作った3階建ての仮設集合住宅への入居が開始された。尾長川には、平地が少ないため平屋の仮設住宅では十分な量を供給できず、町が独自に建築家の坂茂に打診して、多層式の仮設住宅や集会所、マーケットなどを発注し、構造上の問題等がないことを確認して、 完成させた。郡山市内の仮設住宅。2011年9月撮影。5月8日、郡山市で富岡町と川内村の避難者向け仮設住宅の建設が開始。両町村合わせて約310世帯分。6月上旬に完成。日本松市ではログハウスの仮設住宅が建設されている。震災からちょうど2ヶ月後の5月11日。 朝日市では午前9時から43世帯122人の入居が始まった。残り150戸も完成し、5月23日の時点で計178戸が入居完了との発表があった。5月14日、長野県北部地震で被災した栄村で仮設住宅への入居が始まった。岩手県釜石市は東京大学。 高齢社会総合研究機構と連携し、コミュニティケア型仮設住宅の建設を計画している。敷地内に介護拠点や託児所を併設するもので、高齢者の孤立防止や地域交流などが狙い、住宅間の通路をウッドデッキにし、玄関にスロープを設けるなど、バリアフリーにも重点を置く。市内の平田総合公園に着工予定の約240個のうち1、 んが、コミュニティケア型となった。岩手、宮城、福島の仮設住宅では、一軒あたり、エアコン一台が設置されているが、高熱費は入居者の自己負担となっている。今回、応急仮設住宅の被災者を対象に、薄型テレビ、全自動洗濯機、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、電気ポットの家電製品6点セットが、日本赤十字社から、 現物支給された。この予算は、同社に日本国外から寄せられた海外義援金によるものであり、日本国内で寄せられた義援金は使われていない。なお、対象者が約9万世帯にも上るため調達、配送が追いつかず、7月時点で3割の対象者にまだ届いていなかった。大東建託株式会社は3件475個を施行。その他、 復興工事に必要な住宅や工具の無償提供を実施。5月26日に三井物産は社有林を伐採して仮設住宅用の建材を被災自治体に無償提供する方針を発表した。フェール城日仏協会は被災地に100個の仮設住宅を送る計画をしていた。6月13日、LP ガス協会は 仮設住宅入居世帯の LPG ガス料金の割引を発表した。サウジアラビア政府が日本政府に寄付した2000万ドルを原資にしたサービス。対象は約5万世帯にわたり6月27日以降の県新聞から実施する。ペット飼育下の仮設住宅も増えているとの報道がある。プレハブ仮設住宅のある岩手県、宮城県、 福島県の3県26市町村のうち22市町村は2018年3月から2021年3月に解消の見込み。岩手県陸前高田市は2020年度以降で福島第一原発が立地する福島県双葉町など3市町は解消時期を見通せていない。ありがとうございます。